ノーザンテリトリーはオーストラリア北部の巡州。人口は約25万人。主婦はダーウィン。北部巡州、北部特別地域とも言う。現在のノーザンテリトリーはもともとニューサウスウェールズ植民地の一部であったが、全く放置されていた。1863年、南オーストラリア植民地がこの地域の編入を申請し、認められた。 南オーストラリアは日本人を入植させる計画だったがうまくいかず結局1911年に連邦政府に返還した以後連邦政府の直轄地となる第二次世界大戦中は軍政が敷かれ1942年から1943年にかけて主婦ダーウィンが繰り返し日本軍の爆撃を受けた1978年に連邦政府から 準州の地位を認められ、自治権を獲得した。北端部は、アラフラ海とティモール海に面し、沖合には、多くの当初が浮かぶ。西は、西オーストラリア州、南は、南オーストラリア州、東は、クイーンズランド州と接する。州の北部は、おおむね平坦地であるが、南部には、マクドネル山脈と呼ばれる山海が広がる。気候は、 北部海岸付近が熱帯性気候であり、内陸部は砂漠気候である。面積は142万平方キロメートルで、日本の3.6倍である。道州の標準時は、後くプラス9、30である。夏時間は採用されていない。漫岸鉱石や防気サイト、鉄鉱石の採高といった工業が中心である。農業は、連邦政府の助成を受けて牧畜が、 細々と行われている程度である。5220.0オーストラリアンナショナルアカウンズステートアカウンズ201011オーストラリアンビューローオブスタティスティックス2013年1月22日閲覧オーストラリアンビューローオブスタティスティックス3101.0オーストラリアンデモグラフィックスタティスティックスマール2012 2012年10月3日閲覧。外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則別表。ありがとうございます。